場所によって全く変わってしまうよ。例えば黄色が幸福として流行った頃に赤がそうだったわけだ。店長それって不義理だよ。ギリギリそんなの言い出したらキリないもん。私は今ごく一般的な話をしてるの。ちなみに欧米の伝統的な考え方に花嫁が結婚式で身につけると幸福を訪れると言われる4つの要素というのがあるね。そのうちの1つがソーシングブルー。だからブーケの中にブルーの花を入れたりするんだね。今それについて客観的データの収集をもとに自分なりの見解をまとめていたところだよ。ネオちゃんはなかなかシビアでデリケートなテーマを提示してくれた。いいかいネオちゃん、色彩を考察するという行為は物理学でもあり科学でもあり心理学的な問題でももちろんという現象は実に神秘的だよね。例えば空の青、なぜ空が青く見えるかというとこれは太陽の光のせいなんだよ。太陽ってマグロさんは？え？あれ？ネオちゃん、俺の素晴らしい解説は聞かないの？せめて光の速さまで近づいたらどんな色が見えるのかってとこまで説明させてくれよ。
バイトに挑んでるんだ。うん、私はここをこの一夏でもっともっと広く誰からも愛されるポップでラブリーなカフェに大変身させちゃおうと思ってるよ。ラブリー、そうじゃ。そのためには店長にはもう少しセットというか柔軟になってもらわないと。みんなにも協力してほしいの。いい？おっす。よし、作戦会議はこれにて終了。目標達成のためにみんなそれぞれ持ち前の特殊技能を発揮して頑張るんだぞ。さあ、ミッションは開始。特殊技能？じゃあ、これは超ひも理論における次元のあらゆるパターンとその矛盾をきりと整理して辻褄を合わせてみるから、正午はエーテルでも発見しておけ。マグロはソロバン5級だっけ？4級っす。じゃあ行きます。多数決取ります。はい。この夏向けの新作デザートの色は水色がいい。ブルーだよ。はい、はーい。おやおや、ノリだけだね。だね。そうなの？マグロ。そうなんすかね。そうかもしれないっす。5対1、厳格かつ公正な多数決の結果、新作デザートはオレンジに決まりました。うん、決まりました。どこが厳正なんだ。おりょりょ、それにこれは俺のことでみんなで決めるような問題じゃないんだ。公正が常に万能であるような考え方って俺は嫌いだね。店長の独裁者。そうだよ、独裁者大いに結構。俺はこの店の全ての権限を握っているんだから。神だろうと悪の帝王だろうとワンマン社長だろうと裸の王様だろうと好きなように呼んでくれ。裸の王様、裸の王様、俺アイスコーヒーおかわり。呼んでみただけっす。いやかましいな、突っ込んだことには。変なことも全然起こってますよね。それより、姉ちゃん、昼休みだよ。いいの？休憩取らなくて。気をつけてね。ねえ、君たち
悪乗りしないの。ろくなオーダーしないのに調子が見たくて貸して。でもほら、常連客って必須アイテムでしょ。カフェのそういう要素がカフェに彩りを加えるわけだし、一元さんばかりの店って面白くないよ。客？君たちが？同じ高校に入れたんだもん。これからもこの学校で一緒だね。3年間よろしく。
涙の雫の形の花束。あのね、店長が言ったでしょ、サムシングブルー、あのブーケにもちゃんとブルースターっていうブルーのお花が入ってるの。やっぱりウェディングはドレスがいいよね。でも私だったらドレスをもっとこう、そうだ、ドレスにしないで、ただ白い布切れ一枚を体に巻くだけにして。そんなただの布なんて、せっかくの晴れ舞台なのに。お姉ちゃん、だからこそだよ。代わりにドレスを生きてるお花で飾りつけるの。そしたらすごく素敵だと思うけど。世界にたった一つの今日という特別の日だけにしか着ることができないスペシャルなドレスができるでしょ。でもさ、花っていうことは枯れちゃうわけでしょ。そのせっかくのスペシャルなドレスが残らないなんて残念じゃない。だから、だからこそこの瞬間がかけがえのないものになって心の中に焼き付くでしょ。そうかな。私が残らないって寂しいよ。思い出を懐かしんだりしたいじゃない。大丈夫？怪我は？怪我してない？大丈夫だよ。ミフったら無理に決まってるじゃない。もう危ないな。なんともないもん。ミフ。